自分の使える王様のことぐらいは調べてるってことよ。苦手なんだあの二人は。平和島静雄以外に苦手なものがあったなんて。茶化すなよ。ゲームとかでパラメーターってあるだろ。魔法が得意だけど格闘技がからっきしとか、喧嘩は強いけど脳みそが薄っぺらいとか。